布引きの滝雨滝は、鳥取県鳥取市国府町にある滝、日本の滝百選に選定されている。千代川の支流で扇の山を源流とする袋川の、さらに支流、雨滝川の標高を500メートル地点にある。玄武岩の岩肌をしぶきを上げて落下し、水量が多く迫力がある。周囲の原生林は、土地や木ブナなどの落葉樹が多く、秋には紅葉の名所となる。 古来より礼状として、修行、信仰の場となっていた。かつて旧暦8月1日には、お滝参りが行われていた。現在は、毎年6月第1度日曜日に、滝開き祭が開催され、笠踊りなどの地域伝統行事や、神事などが行われる。アメ滝渓谷には、箱滝、布引き滝、問滝など、大小48の滝が存在し、 雨滝48滝と呼ばれている、以下の通り雨滝にまつわる言い伝えがある。滝の前にある不動明王に祈願すると精神病が治ったり商売が繁盛するなどの霊言がある。雨滝の冷水は皮膚を守る効果がある。このため滝に参拝した次の冬は肌荒れがなく寒さから肌を守ってくれる。滝の前に自生するカツラの木は 江戸時代の記録ではかつて根回りが66尺あったと言われており、江戸時代の日本名木320尺に数えられていた。また、長寿の霊木として祀られていた。しかし、時代は不明であるが落雷のために、幹が空洞化し、現在は根元から生えた数本が成長している。ありがとうございます。